こんにちは、イエスクイーンチャンネルです。ビデオを見ていただいてありがとうございます。今回もですね、よく聞かれる質問に私たち答えたいと思います。で、今回の質問はですね、女友達に惹かれることは、惹かれるってときめくことはあるの？っていう質問ですね。はい。で、もう答えは、バッサリ、ないです。お互い好きな人いますし、お互いですしって感じです。なんか、お互いのことが好きで、お互いに惹かれて、ときめき合ってるんだから、付き合って、愛し合ってる、レズビアンカップルなんだから、他の女性に目をくれてる場合じゃないよねっていう話です。はい。でですね、本当に、だからそれを男性に聞かれると、じゃああなた、あなたの女友達全員に惹かれるの？って聞き返したりとか、それを聞かれた方が女性だったら、じゃああなたは、あなたの男性の友達全員に、心をときめかせてるの？って聞いて、違うって言います。同じことだよねって感じです。はい。本当にそうなんですね。もしくは、もうちょっと広げると、男性の場合は、ストレートの男性の場合は、道を歩く女性全員ときめか、胸をときめかせるんですか？とか、ストレートの女性だったら、あと道を歩いてる男性全員に心をときめかせるんですかっていうことと同じだと思ってて、そんなの無理じゃないですか。タイプとかあるし、みたいな。で、ない、ない、ない、なさすぎなんですよね。で、だって、その友達にこう魅力的だと思ったら、その友達と付き合いますよねって話じゃないですか。はい。だから本当に全くないですね。そんな暇ないですし、私も今私の彼女もですね、本当に仕事ともろもろが本当に忙しくて、だから今こういうふうにこうクイックに答えられるビデオとかを作ったりっていうのも、その忙しいからっていう理由もあるんですけど、そんな暇ないわって感じです。本当にそんな暇ないよって感じです。こっちだって選ぶ権利あるわっていう話でもありますし、はい。でですね、なんか本当に例えば私、本当に親友の真帆って子がいまして、この前もちょっとインスタの子で話したんですけど、だから真帆、こう私の彼女とですね、激しい喧嘩をした時とかですね、私ギャン泣きするわけです。もう、この世の終わりだ、みたいな。で、だから私も真帆のところ、もう本当歩いて7分ぐらいのところに住んでるんですね。だから、もうワンワン泣いて、真帆のお家でこう、泊まらせていただいて、こう、同じベッドで寝たりするわけですよ。で、もしくは真帆が真帆の彼氏とすごい大喧嘩をして、真帆がすごく泣いてるっていう時は、こう、私のお家に泊まって一緒のベッドで寝たりとか、全然あるわけなんですよね。で、もちろん同じベッドで寝たからって、何にもあるわけがなさすぎるんですよね。なんかそんなことを考えたことすらないみたいな。はい。なんか、で、相手が LGBT でも本当に全く関係ないですね。だって私は私の彼女がいて、なんか他に見向きする気、目移りする気は全くないし、てかベタバレですし、みたいな。はい。だからそんな感じですね。はい。なので、答えは、全く、女友達には興味ないよっていうところになります。はい。ということでですね。はい。パパッと答えましたが、答えはこんな感じになります。はい。私たちもですね、本当にこう、誰彼構わず、女性だからって、関心を持つとか、そんな忙しい、そんなこと暇ないよっていう感じですね。お互いに夢中です。はい。はい。結構もう本当に、それで体力とか、エネルギー使えますからね。本当に。はい。ということでですね、はい。今日の、クイックな Q&A は、こちらと以上となります。はい。で、もし他にも質問とかコメントあれば、チャンネル欄にぜひ、コメントといただきたいです。はい。でですね、もしビデオがいいねと思っていただけたら、いいねボタンと、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録いただきたいです。あとは、このチャンネルを誰かに紹介してもいいなって思っていただけたら、シェアいただけると、それもとても嬉しいです。ということでですね、ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。